急仙道入り口市の滝急仙道は、熊本県熊群熊村の熊川沿いを走る、国道219号、槍倒しと呼ばれる岩壁の上に立地する、ゴンゲン山の地下にある小乳道。急仙道の総延長は、第一本道と第二本道を合わせ4800メートル。これは、日本第6位であり、九州では最長。このうち、 観光用に公開されている部分は約800メートルである。石灰岩層は約3億年前に海中で形成され、その後地殻変動によって地上に流気し、二酸化炭素を含んだ雨水が浸透し、熊川に流れ込む過程で侵食されて形成された。内部では特有のホラーな生物が独自の生態系を持ちながら生息している。コウモリの巣として、 従来から知られていた山腹の縦穴を1973年3月、愛媛大学探検隊が調査に下り、地下70メートルに小乳洞を発見した。約2年の調査を経て全貌が明らかになった後、1975年に一部の一般公開が始められた。この探検隊の中には、当時学生だった洞窟探検家、山内正がいた。 旧仙道があるゴンゲン山の北西には、カルスト地形を持つそまの花山があり、周辺には、より小規模ながら、高沢商乳道、河野瀬石灰洞窟、黒仁田道、大瀬商乳道などがある。ホマーテ型赤順旧仙道内見学コース、旧仙道スピリアル公開されている道内は、国道沿いの入り口から行動を通じてつながっている。道内は一年を通じて、 約摂氏16度の気温が保たれている。調査隊が下ったホールを起点に、公開されている範囲だけでも小乳石が作る、特徴的な光景を見ることができる。炭酸カルシウム結晶が作る、そう、地下水流に削られて作られた、ポットホール、剥がれ落ちた岩盤が偶然に作った、天然鏡、洞窟産後、ヘリクタイトやヘリグマイト、リムストーン、 ドーム状のホマーテ型席順などを見ることができる。これらは鉄骨製の階段や橋が架けられたコースを徒歩で巡りながら容易に観察できる。第二日本道へ、つながり地下200メートルまで下れる小入道の一部もファミリー探検コースとして見ることができるが、こちらはヘルメットとヘッドランプ着用の上、係員が同行して巡る。道内には、 希望者が購入した熊冗中を保管する棚が設けられ、最長20年間熟成させることができる。当初これは、旧仙道を管理する森林組合長が提案したワインを対象としたアイデアだったが、地元産の焼酎を貯蔵しようということとなり、実現した。森林館、フロンストーン。ありがとうございます。